皆さんこんにちは。俳優の間宮祥太朗さんは過去あるドラマの出演者と険悪な空気になったことがあると告白しています。2015年1月3月、広瀬すずさん主演の日本テレビで放送されたテレビドラマ学校の怪談に出演した際、成田凌さんと共演したそうです。過去間宮祥太朗さんがバラエティ番組で明かしたところによると、当時の成田凌さんは現場で共演女優たちに慣れ慣れしく話しかけるなどチャラい言動が目立っていたそうです。そのため硬派な間宮祥太朗さんは、ナンパなやつだな、自分からおどけて他人を笑わせているのを見てなんだあいつって思ってたんで、と成田凌さんに最悪な印象を持っていたと告白していました。さらに話しかけてないですと彼のことを嫌うあまり現場で距離を置いていたとのことです。一方で成田凌さんも間宮祥太朗さんに関して、受かった顔で男を 2,3 人引き連れて風をぶわって切る感じで歩いてきたんですよ、そっから嫌いです、このモデル上がりがみたいな雰囲気をすごく感じたと語り、現場で1ヶ月以上も口を聞かなかったと明かしています。しかしその後間宮祥太朗さんと成田凌さんの不仲は雪解けすることとなるそうです。ある時間宮祥太朗さんは自分から成田凌さんに声をかけてみたところ、話しかけているうちに、あれ好きかもってなんか可愛らしくてと相手を知るうちに悪い印象がガラッと変わったのだそうです。また成田凌さんも最初は嫌いだったけど、ちょっと食べ始めたらすごく好きになるみたいな癖になると間宮祥太朗さんに好印象を抱き、やがて嫌悪感はなくなったといいます。現在プライベートで一緒に時間を過ごすほど仲が良くなったという間宮祥太朗さんと成田凌さん、実際に接してみれば印象が変わるということはあることです。俳優同士はそういったことはしょっちゅうありそうな印象です。何せ自分が一番演技がうまいと思っている人同士の真剣な場であるからです。むしろそのくらいの気概がないと飲み込まれてしまう世界なのでしょう。ドラマや映画に大活躍中の俳優成田凌さん、かつて NHK 朝の連続テレビ小説おちょやんに出演した際、役柄のせいかちょっとした炎上をしたことがありました。劇中の役柄は主人公の夫でありながら、途中新たな女性と深い関係になり、結果的に新たな女性を選んでしまうという何とも不穏な展開を迎える役でした。なんて女にだらしないのだと役柄に合わせて成田凌さんにバッシングが起こるという不思議な現象が起きたのです。注目をされるという意味では役者冥利に尽きるとはこのことです。まさに飛ぶ鳥を落とす勢いの成田凌さんでしたが、プライベートでも自由奔放な恋愛でチャラ男疑惑が出てきてしまったことまでは予想していなかったことでしょう。ある報道ではおちょやんの中では不貞を働いた挙句に相手を妊娠させるゲス男役を演じていた成田凌さんが、どうやら私生活でもそれは変わらないというのです。週刊文春の電子版によると、朝ドラの放送前まで交際していたという20代の女性からの証言として、成田凌さんの自由奔放な女性関係が暴露されていました。成田凌さんの自宅には大量の歯ブラシが置いてあり、訪れた女性たちに使い捨てで利用させているといいます。複数の女性たちが自宅に出入りしていることを示している時点で、すでにゲス男は確定しているのですが、成田凌さんにそのことを指摘しても全く悪びれる様子はなかったと記事では伝えています。また女性が机の上に置いてあった紙について尋ねると、ふみちゃんが置いていったと答えたといい、二階堂ふみさんが部屋に出入りすることを成田凌さんは認めたそうです。遊びなのか本気なのかは不明ですが、二階堂ふみさんと何かしらの関係があったことがうかがえます。身長182cmでイケメン、モデル出身とあって髪型やファッションなどもおしゃれであるため、そんな男がモテないわけがありません。2018年10月にフジテレビで放送されたトーク番組「僕らの時代」の中で、大先輩の俳優奥田瑛二さんから、モテるかモテないか現実はどうなんだよと質問された成田凌さんは、本質的な意味で僕はモテると思いますと自らモテ男であることを宣言していました。大物俳優を前に悪びれもせず、
言ってのけるあたり相当な自信があるのでしょう。そんな成田凌さんのモテっぷりを表すエピソードがあります。芸能事情に詳しい週刊誌の記者は次のように語りました。過去にある有名映画監督が SNS でメンズノンノの売れっ子モデルが朝まで好きでもない2人の女性と性行為していて撮影に遅刻してきたとツイートしたことがありました。これは成田凌さんのことだと言われています。成田凌さんは映画の撮影の前日に女性と複数プレイを楽しみ、それが原因で翌日遅刻したことを堂々と伝えたことで監督に激怒されたといいます。当時はあくまでも噂ということで処理され、大事になることはなかったのですが、その後も次から次へとゲス男エピソードが出てきてしまう成田凌さん。現在も自宅で女性を取っ替え引っ換えしているようでは、かつての行為も若気の至りという言葉で片付けることは難しそうです。女性との熱愛情報が絶えない成田凌さん。そんな成田凌さんといえば、2018年に戸田恵梨香さんとデート中に事故を起こしたことが有名ですが、それだけではありません。その前年には当時まだ18歳だった広瀬すずさんとの熱愛が報道されています。2015年1月期に日本テレビで放送された広瀬すずさん初の主演ドラマ学校の怪談での共演をきっかけに2人は交際へと発展したようです。双方の所属事務所は事実無根として否定したものの、都内のコンビニを仲良く訪れる目撃情報などが報じられていました。当時の成田凌さんはモデルから俳優業に進出したばかりで、一般的にはまだまだ無名の存在でした。しかし広瀬すずさんとの交際が報道されたことで一躍脚光を浴びたのです。広瀬すずさんといい、戸田恵梨香さんといい、成田凌さんは有名女優と浮き名を流すことで自身の知名度を上げていった稀有な存在です。こうした芸能界での成り上がり方もモテ男ならではと言えそうです。 SNS 上では様々なコメントが寄せられています。成田凌さんブレイクしたってことやな、嘘か本当か知らんけど仕事に支障をきたすような遊びはやめてね、アホちゃうから自覚してると思うけど釘刺しとく、何様、あの容姿で料理もできて髪の毛洗ってくれるってモテるわな。そしてさらなる噂として性格が悪いとか酒癖が悪いとか、ここまで来れば何でもござれの状態が噂されています。成田凌さんは緊急事態宣言中の東京で深夜飲み歩いていたことが週刊誌に報道されました。お酒を飲むことが大好きなようです。インタビューでも次のように語っています。やっぱりお酒は入れておきたいですね。たまに1位を占める時もあります。あんまり飲みには行かないけど行くと長いです。ずっと飲んで語っています。1杯目のビールで容赦ってなって、その後は延々と焼酎をと述べています。成田凌さんの酒癖の悪さは業界では有名だそうです。かなり悪酔いするらしく、東京西麻布のラウンジ上から敬遠されており、出禁にされているバーは複数あるそうです。楽しく飲むのは人に迷惑かけませんが、出禁になるような飲み方は控えた方が良いかもしれません。成田凌さんは過去のインタビュー記事で次のように語っています。仕事をする上で大切にしていることはと尋ねられた時の返答です。なんだろう、過信することですかね。自分はイケていると心のどこかで思っていないと人前には立てませんから、自信がなければ目立てないし、目立てなければ上に行けない、そういう意味である程度の過信が大事だと思います。それと大切にするべき人をちゃんと大切にすることかなとしています。確かに過信すること、自分に自信を持たないとできない仕事ではあると思います。上に行きたいという向上心のある男性なのだということは分かります。モデルとしてデビューし、俳優としてもドラマや映画、CM など数多くの作品に出演している成田凌さん。大活躍中の成田凌さんですが、そのギャラや年収が気になります。メンズノンノのモデルとしてデビューし、逃げるは恥だが役に立つや、コードブルードクターヘリ緊急救命サードシーズン、 NHK 朝の連続テレビ小説ワロテンカおちょやんなどに出演している成田凌さんですが、どのくらいの稼ぎがあるのでしょうか。まずギャラについてですが、連続ドラマの主演俳優、女優のギャラの相場は1話100万円から200万円と言われています。
映画では超大作の主演クラスで1000万円を超えることもあるようですが、通常の場合は1本300万円だと言われています。 CM はタレントによってランクが決められており、2000万円から5000万円程度が相場となっているようです。成田凌さんはモデルの仕事もしていますが、一例ですがモデルの専属契約で月に20万から30万程度に加え、都度1回につき5万円から10万円程度撮影料がギャラとなるようです。では成田凌さんのギャラの相場ですが、ドラマのギャラは主演で150万円くらい、それ以外で100万円くらいだと推定できます。ただし NHK の朝の連続テレビ小説の場合はギャラが相当安く抑えられているので、1話で4万円程度だと考えられます。映画でのギャラは成田凌さんの場合主演で300万円、主演でない場合で150万円くらいと推測できます。 CM でのギャラは成田凌さんは大活躍中とはいえ少し抑えめで、 CM での1年間の年間契約料1000万円くらいではないでしょうか。これからさらにアップすることが期待できますが、ここまでを総合して2020年度の成田凌さんの年収は推定8710万円と予想します。これにモデルでのギャラやバラエティ番組でのギャラも加わることから、実際にはもっと高額かもしれません。いかがだったでしょうか。今回は成田凌さんのことについて深掘りしてきました。成田凌さんは高校時代は一途に一人の女性を思っていたとテレビ出演した時に語っているので、芸能活動を始めてから女性関係の様相が変わってしまったようです。成田凌さんはこだわりが強く裏表のない性格の俳優であると言われています。一方でそういった性格から誤解を生むことも多いのではないかと思われます。今回紹介したエピソードを念頭に、成田凌さんの作品を鑑賞するとまた違った見え方をするかもしれません。今後の成田凌さんの活躍と恋愛事情についても目が離せません。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。